すする TV。 ゼレゼレ、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、この間伺った宮本さんのセカンドブランドといえばこちらです。ドン、 JR 蒲田駅から徒歩5分くらいのところにありますラーメン宮郎さんにお邪魔してます。その名の通り、宮本さんが手掛ける二郎系のお店ということで、開店初日は相当な人数が並んだとか、結構話題のお店でもあるのでね、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン宮郎さん、ショーケースです。今回はラーメン並盛りに豚増し、さらに生卵もプッシュしました。コールはもちろん野菜、ニンニク、油でお願いして待っていると。こちらがラーメン宮郎さんのラーメン並盛りに豚増し、野菜、ニンニク、油です。おほほい、なんだこの豚は。そして濃い色をした油も気になるぞってことで、いただきます。さあ、まずはそんな油とともに野菜から。シャリシャリ食感の野菜に少し香ばしいタイプの油がナイスコンビネーション。序盤からかっ飛ばしていきますよ。では、ある程度野菜を食らったら、さあ来ました、形容しがたいデカ豚。臆さず食らってみると、口に広がるのは肉肉肉。油水着にはたまらないであろうほどのボリュームとインパクトです。さあ、まだまだ野菜も食らって、豚もジブリ映画さながらに食らって、やっと出会いました。麺、なかなか濃い色をした極太麺ですが、よっしゃ、スースルーんぱー。二郎系らしからぬツルもち食感で、動物系の出汁が満載のスープも持ち上がりまくり。こういう麺もありなんだなって、ただただ感心させられます。さて、そんな極太麺と濃厚スープをズルズルしながら、ここでそろそろ生卵と絡めてすすってみましょう。かなりワイルドだった動物系の出汁をマイルドに仕上げてくれる町のホットステーションです。さあ、その勢いでお次は生卵に絡めた麺に一味を投入してスズルー。ぜひー、これはかなりベストの味変で、一味のピリッと感がより食欲を刺激してくれます。皆さん真似していいですよ。てなわけで、まだまだある豚もジブリ映画さながらに食らいまくって、すすらないすするはただの豚だぞってことで、麺もすすりまくって、最後まで濃厚な動物系スープも楽しんだら、本日も完食です。大変美味しくすれました。ガッツ満載で、とにかく豚がすごいいっぱいでした。それではゴスレイ。はい、ごちそうさまでした。いやー、宮郎さんに行ってきたんですけれども、ボリュームすごかったですね。もう特に豚、あの厚みは本当すごいですよね。相当スープは豚を感じられる乳化スープで、もうちょっと醤油のキレを感じられると好みだったかなという感じでしたね。麺は二郎系らしからぬつるもち食感の極太麺で、つるっとした表面に噛み応えのあるもちもちとした食感がたまらなかったですね。最近はラーメンと同じくらい混ぜそばも人気があるらしいんでね、ぜひちょっと混ぜそばもすすってみたいなと思いました。ごちそう。それではすするの公式キャッチフレーズ、ラーメン宮郎さん、宮本二郎や。はい。